はい、皆様こんばんは、ターキーです。お待たせしました。そう、風呂を食べながらね、ご飯に浸かってくる。なんという素晴らしい表現。ガジラか、ガッチャンかってね、突っ込みたくなるような感じですが、さあやっていきましょうかね。13、最後のラスボス戦ですね。オーファンズクレイド。終焉のこれゆりかごかな。騎兵隊がオーファンを倒せば国軍が滅ぶ。そんな危機を演出して武士たちをおびき寄せる道具に過ぎないと。ほい、おとぎさんおこんばんちゃ。クリアしてやんよ。もしね、ノーマル、一応難易度ノーマルで挑むんですけど、まあ、ダメな時はもうイージーでクリアしようと思いました。エンディングを今日ね、見る予定でございます。もしよければアーカイブをご覧ください。さあ、哀れな武士たちを導くのだ。死を夢見て眠るオーファンの入りかごへ。裏ではもう主要3人の武器のレベルはマックスにしたぐらいですね。あとはほとんどオプティマはこんな感じ。今最初ね、トリニティユニオンでエンハンサーとジャマーの力を最大限発揮して、ライト姉さんはヒーラーで、でそっからまあラッシュアサルトでブレイクしてから精霊のオラトリオで攻めようかなと。でもう安定すればトライディザスターに変えようかなと思ってる次第ですね。でまあバトルメンバーのリーダーはね、ライト姉さんで、でアビリティか、ライト姉さんのこのシーンドライブをね、使っていこうかと思っております。鮮烈な連続攻撃を放つ。条件によってチェーンの効率が変動しますと。OK。クリスタリウムはね、全部は開放しておりません。まあ、初期ロールでやっていこうかと思います。それはもう変わりありません。じゃあ行くぞ。以上、説明は終了。ムービーはどうしようかな、カットしようかな。いやでも、はい、大丈夫ですよ、頑張ってきてください。ムービーは見ましょうかね、やっぱりね。イエス。スノーじゃなくてヒーローって呼んでるね。この光、オルバと同じ。
ミネルバっていう名前なんだね、フクロウね。願いもまた光と消える。バンジー！よせ！帰り、ルシの諸君。人と人、人と魔物、コクーンとパルス、争いは永遠に終わらない。闘争に苦しむ世界を救うのだ。オーファンを撃ってコクーンを滅ぼし、安らかな死を。滅びは救いじゃない。コクーンは死なない。みんなで誓ったんだ、守るとな。ここが前回のね、サムネイルですね。壊れた道具だな、お前たちは。延命は苦痛しか生まない。ここで耐えても、またいつか誰かが破壊の使命を背負う。真の救いを望む、神を導くのだ。さあ、ってまずはランク出していきましょう。バルト・アンデルス、ジャマーとエンハンサーでいろいろと強化してから戦っていきましょうかね。導かれた。あ、まずい。バニラがまずいぞ。よし、帰ってこく。豪華な待ちわび。もうそろそろいいかな。いや、もうちょっとだな。私の計画に従え。お前たちは導かれた。はい、塩ドレスさん、いらっしゃい。今、もう一度ね、再び戦ってるところです。ラッシュアサルトに切り替えてブレイク狙うぞ。お前たちの死の光となるのだ。アルテム打ってくるか。アルテム打ってくるんであれば、オラトリオに変えよう。ポップヒーラーですね。よし、ブレイクしろ。ブレイクしたらちょっと必殺技を打っているライト姉さん。いきます、シーンドライブ。運命を乗り越える。連続攻撃、しびれるね姉さんの。運命を乗り越える。連続で打っていきます。アルテ持ってくるか。ね、ホープキュンがね、ホープキュンがヒーラーだから任せておりますね。ただ大振りに乗ったつもりでライトネーションガンガン連続攻撃していこうかな。今これで4分の1ぐらい減らせたかな。問題は次なんだよね。運命を乗り越える。ああ、もう向こうのデバフが消えてしまったか。
よし、ここでヒーラーエンハンサー邪魔にもう一度入れ替えて、そうそう、実はあったと一冊技でもね、リーダーしか使えないんですよね。そこなんだよね。リーダーこれ切り替えられたらまた違ったんですけどね。アルシオーファンの身元へ。邪魔、動いてる？バニラ動いてる？あれ？バニラ動いてない？お前たちは導かれた。よし、どうぞ。はい、谷川さんありがとうございます。再戦しております。ノーマルモードで。タナトスが来た。まずはブレイクを狙う。コフトムをヒーラーにしてみます、ね、コフトムヒーラーで、もうライト姉さんとバニラ、そこなんですよね。いやでもひょっとしたら 使えるのかもしれない。私が知らんだけど。アルテマ待ってね。シンドライブっていう。大丈夫だ、コウキ君生きてる。ハイパナちゃんいらっしゃい。今日はねちょっと時間をね遅くして調整してみました。やっぱ8時からの方がいいかなと思ってね。皆さんお仕事だったりご飯だったりね。ただいまライト姉さんが暴れとります。このままでいくかな。バルト・アンデルス1回目と1回戦ですね。なかなかブレイクせんねえじゃん。アホっていうのはまずいけど大丈夫だね。ちょっとここでエンハンサー邪魔に切り替えようか。デフロズ・デシェルとか入るかな。アルシオーファンの身元へ。ライト姉さんも、ね、回復役に回っております。きちんとデバフをかけてからブレイクしていこうとスタイルです、ね、これで持ってる持ってる。ちょっと危なっかしいけど持てばいいんだよ。よし行きますよ。シンドライブ確かに似てるよね。ひょっとしたら取ってんのかな。こっからライト姉さんがシンドライブ行ってますね。運命を乗り越える。連続攻撃中。ブレイクしてるから攻めるけどね。オッケー、だんだん攻めてる。シンドライブ、あ、やっともう半分切ったね。いいね、いい感じですね。問題は2回戦だ。いい感じですね、今のところ。やっぱり最初に負けたのが、負けて勉強したのが効いてるか。うん。ちょっと待って引き返しちゃったそうか、やっぱりね、気合が必要ですからね。不況成績やるには気合が必要やね。気合十分で溜まってからでいいと思います。そう、シンドライブしていく。運命を乗り越える。ライト姉さん連続系ドイツ。そこですよね。とある人はね、一発でね、あの着地できててすごいなと思って。着陸できて、エンハンサー切れるんであれば、ここでちょっとエンハンサー邪魔をもう一度かけます。オッケー、大丈夫か。
ああ、それはありますね、だいぶね。ピアノで回復していく。何回も場面を出して。お前たちはクリスタルとなり、アルトマは耐えきれるか？ライト姉さん。ああ、まずい、まずい。バニラが。バニラさんがやられちゃってるよ。オプティマチェンジ。うん、危なかった。よし、を手に入れるの。こっからだ。こっからブレイク狙っていく。起死回生。ああ、でもバニラがデバフはかかってないね。一回かけ直すか、アルテマにして。お前たちも死の光となるのだ。王吹きも回復しなければ。ただいま、ちょっと下準備してるところです。少々お待ちください。オンピ君がちょっと打たれ弱いのが、あれですけどね。心配ですけどね。使命を果たす。うん、それがいいですね。お前たちがクリスタルとなり生き延びる。最後の試練に耐えよう。耐えます。よし、よくぞ耐えた。よし、こっからだね。いいね。あとはブレイク。できそうですね。まあ強いですね強いけど私が弱いのかやり方が下手なのかということにやっぱり結論に至りました。戦い方次第でやっぱ変わってくるんじゃないかな。さあブレイクしろ。よっしゃ、ブレイクした。からのシンドライド。サナトスの交渉がいいよ。大丈夫、交渉だった。そのまま受けていく。ギリギリ残る。オープン回復で、こっちはバフはかかって、向こうがデバフかかってるからダメージはだいぶ遠い。だからあとはどれだけこの短い時間でシーンドライブをぶっ放していけるかね。え、ほんとそれ。ギリギリでもいい、勝てればいいんだ。かわいいは整理持ったと思って、その時お前たちの次の光となるのだ。問題は次だよね。次はね、もうちょっとね、デスかけられたとしても果敢にちょっと戦っていこうかなと思ってますね。でもうあんまりにもゲームオーバーが続くんであればもうイージーモードでクリアしますよ。今日は13日です関係あるんですよ。13日に13をクリアする。ギリギリいくぜ。よし、もうちょっとでブレイクした。ブレイクしたね。頑張れライト姉さん。シャーキーンと自分で交換を手に入れるの。あー、ちょっともう切れるのが早かったな。体勢を立て直す。デバフをちょっとかけてくれ。デフルテデシュルウィーク。どうだ、向こうに勝ったかな。現実を知れ。アルテも打ってくる。デシュルはかかってるね。デフルテもかけてほしいな。デフルテ入りませんかね。お前たちも死の光となるのだ。入らなければ、お、入ったか。ちょっと回復してから、
モラトリオに変えて、あ、入ってるね。よし、あとはブレイクだ。トライディザスターに変えて、あ、タナトス来るか。変えてくれ。よし、モラトリオに変える。あとはブレイク狙えばいける、いけるはずだ。アルテマは甘いで受けていって、よっしゃ、これで終わりにしてやる。かっこいいよね、ライト姉さんの連続攻撃ね、しびれまくるんだよね。運命を乗り越える。運命の時は来た。ライトニングは勝負。よっしゃ、とどめ刺したぞ。目標タイムよりも5分オーバーですけど、勝てればいいっす。さあ次で、問題は次で、ムービーはね、一応カットしないでこのまま流していこうかと思います。でエンディングに入ったらターキーさんは黙ろうかと思います。いろいろ合わせ持ってますよね。父ちゃんのこの声よく実況配信が終わった時に私がしてる、こう、あー終わったーみたいな感じの声だった。後ろフクロウが降臨されたぞ。残念な知らせです。にはならないです。どうなんでしょうね。同時に喋らんでくれ。感謝するならギルをくれ。ちなみにちゃんとマイク入ってるんで、よかった、マイク入ってる。マイク入ってなかったらただ何も実況してないことになるから、ちょっと最近それに震えてるんだ。ああで、ゲフンゲフン。さーて、ザ・タッチ参上、幽体離脱。心ないさばきで、ちょっと今度は削りされます。ライト姉さん回復してくれ、頼む、急いで回復してくれ、死んじまうよ。幽体離脱しとる。うおー、まずい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 、待って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 めっちゃ焦るんですけど、ヒーラーはね2人入れてないんだよね。危ない危ない、待って、粘るよ粘るよ。エンハンサーとジャマーが仕事するのでターキーさんは粘ります。融合がねやっぱりね色々あります。うおーまずい、ちょっとバニラ回復しないと。バイオかかってくれればいいんだけどな。どうよ、ホープキュンは、ホープキュン回復しておいた方がいいよね。よし、もうちょっと限界ギリギリまで強化したいんだよ。耐えてくれみんな。よし、こっから変えよう、とりあえずラッシュアサルトに変えよう。
で、ライブラしよう。お、毒入ってる。よし。昨日、アドミナさんに言われたんですよね。毒、ヒットポイントが高いボスには、毒が効くといいよってね。教えてもらったんだ。さあ、ブレイクしてくれ。もうちょいだ。意外と戦うの方が攻撃通るか。あ、これダメ。ですだ。ですだけど、どうよ。おお、よかった。一撃死なってない。いいんじゃないか、いいんじゃないか。結構いい感じじゃないですか。おお、ゴリゴリ攻撃取るよ。毒がいいっすね。なんか顔なでなでしてるのが見ていて楽しい。なるほど。ちょっとライト姉さんの必殺技も兼ねていこうかな。いや、ちょっといけそうだね。いけそうだねっていう死亡フラグはいかない。本当にね、毒が有効。大丈夫。みんな息してる。おお、息してた。めっちゃ嬉しい。いけるぞ。勝てるぞ。13日に13をクリアすると決めたんだという死亡フラグを貼っていくぞ。あー、ブレイクして、ブレイクしてライトネーサーの必殺技を打って終わりだ。あ、それはやめて。エディクスはやめて。デスでしょ。デスは回避してくれ、頼む。ターキーさんも祈る。よし、回避した。で、毒が残ってる。ブレイクしてくれ。あともうちょいだ。フラグ立てちゃダメだ。よっしゃー、ブレイクしたぞ。ドキドキ。どうでしょう、どうでしょう。エモいっすよね。昨日だからクリアしてなくて逆に良かったかもしれないという、なんか変な感じ。あ、で、ですわ、ですわ、やめてください。みんな生きてるよね。 OK だね。よし、次ブレイク狙えれば倒せるんじゃないか。来年倒したいね。またエリクス撃ってくる。誰狙ってんだ。よし、乗り越えてるね。ファナちゃんがいじめるよ。ご褒美で。あ、なんだ、搾取ドレイみたいなとこ来たか。ここで、あー、トリニティユニオン、まあトリニティユニオンでもいいけど、待ってね、ラッシュアサルトに切り替えてちょっと。そうそう、キナチョコボが狙われてるぞ。待って、回復、ヒーラー入れないと。まずい。おっと、おとぎさん、お帰りなさい。あなた、ご飯にする、お風呂にする、それともサーテンにする。今、オーファン戦っております。ブレイクしてくれ、頼む。もうちょっとヒーラー。あー、デス、デスは、デスは誰に。あ、ホーピ君が召された。まずい、我らがホーピ君が召されたよ。フェニックスので帰ってる。デスは卑怯だぞ、本当に。ブレイクしてくれ、頼む。ブレイクすればもうブラスター全員変えるから。対戦はね、なかなかね。あともうちょいだ。さあ、絶望悟るのはそっちですぜ。ドライディザスター。
全員魔法ぶっ放していけ。ガンガン攻めろ、ガンガン攻めろ。押し切ってほしい。あー、ブレイクが、あー、ブレイクがもう消えちゃった。早いね、ブレイク消えるのがね。大丈夫か？いや、ちょっとヒーラー入れよう。ここはヒーラー入れて回復して、実はいいかな。じゃれたいだけ。なるほどね。それも考えられる。何これ？ディレス入れて。何ですか？大丈夫だ、あともうちょっとで、あともうちょっとでブレイクできるから大丈夫だと信じたい。お、勝っ、あ、いや、勝ってない、勝ってない。強い攻撃が来る。みんな息してた、よかった。早急にブレイクしてくれ、頼む、早急にブレイクしてくれ。敵側だとデスの威力高く感じる。本当にね、なんでなんでしょうね。オーク君頑張って回復してくれ。あ、エリプスは、あー、ホープ君が、またホープ君デス撃ってくんのか。ホープ君がいないと体勢が整わんのじゃ、こっちは。わ、ここに来てデス連発ですよ。またホープキュンかよ、お前。ラスボスに慈悲はないのか。いつもより多くヒーヒー言ってます。そしてまたデス撃ってくるからの運命を乗り越える。あ、またホープキュンが召されてる。賢者モード突入してんのか、この野郎。起き上がれ。フェニオはたくさん買っておいたはずだ。ちょっとブレイクがあまりにも短いね、時間がね。お、ユイチさんもいらっしゃった、こんばんは。ユイチさん、セーブデータはね、99個でした。残念、100個いかんかった。その報告をできて私も嬉しいです。オーファン倒したいな。あともうちょっとなんだけどな。このドレインとデスがあまりにも鬱陶しすぎるんだけど。エンハンサーとジャマーに変えて体勢を整えてから、体勢を整える前にやられるかな。うん、ノーマルにちょっと変えてますからね。そう、99個でした、ね、我らがポープ君ヒーラー。ラスボスだけノーマルでね、戦ってますね。なんか変なところでこだわる人がいるみたいで。ブレイクしてくれ。サクシュのエレクト、ここで全員ブラスターに変えるのは危険かな。ちょっと危険っぽいね。ブレイクしたら全員ブラスターに変えようかな。ブレイクまでが遠い。限界突破とかはまだ全然ですね、おそらく。あ、ですか、ですか。あ、またホープキュン、ホープキュン起こすよ。ホープキュン起こしてから、ライト姉さんのシンドライト、俺でとどめである。全員トライに出すか。よっしゃ、倒したか。時間かかったけど倒せましたね。
ああ、昨日はね、ここでやられちゃったんですよね。必要にやられている、本当に。ああ、なんたら平原のね、なんとかの試練はね、取ってありますね。オーキュンにデスがあまりにもひどすぎるよね、本当に。あれ？みんなどうなってる？あ、ありがとうございます。お、ユキさんいらっしゃい。オーファンを倒しましたよ。みんな気失ってるか。なんたらのなんとか。お、ハートマークが飛び交ってるぞ。あれ、バニラが。必ず世界は再生される。神の許しを得て、世界は新たに生まれ変わる。ラグナロクとなり、私を控える。やめてくれ。壊れた虫に用はない。私がやる。オーファンは私がぶっ殺す。あ、やっぱりファング姉さん、ファング姉さんラグナロクになっちゃうの？ラグナロク。そういう予想してたけど。破滅に導く罪深い君。救済という名の罪になるか。はあ、全部背負ってやる。男に。私は大丈夫だから誓いを忘れないで。悟空を守るって。みんなスヤ状態。そのずっと前に誓ってんの。家族を守るってんの。お、起き上がったか。みんな止めてくれ、ファング姉さん。こうするしかねえんだ。やめろ。いいぞヒーロー、止めろ。やけ起こすんじゃねえよ。父ちゃんも止めろ。バニラを傷つけてどうする。一人で背負うな。これが私の使命だ。邪魔すんなら。かっけえねえ。使命というか若干わがままのような気がするけど。ラグナロクになっちゃうのか。え、ゲームオーバー？ファング姉さんにやられてゲームオーバー？ベンチからの応援が駆けつけ、あれ？なんでこうなる？畜生、これが私の背負う罪かよ！父ちゃん、ポンプキュン、みんなルシーになっちゃった。みんなルシになって、ファンの皆さんを襲う。仕方ねえよな、恨まれてる。これが私の背負う罪かよ。やめて。ラスボスファンの姉さん、もともと紫外説なのかな。
元からルシー。みんな目を覚まして。ファンク姉さんの目つきが変わったぞ。これがラグナロク。いつやかバニラを見た悲劇なのかこれが。歯並びが綺麗。今こそ怒りの日は来たれに。で、これは走馬灯なのか？死骸ですと。うんうん。こんなこともあったな。父ちゃんってこんなこともありましたね。ここは俺に任せてお前たちは先に行け。ってなこともあったね。めっちゃ殴ってるじゃねえか、姉さん。ボッコボコにしてるじゃねえか。絶望だけじゃない。みんな、守りたいものがあったから。お、しゅんちゃんいらっしゃい。どっち？え、完全にラグナロクの力を発揮できなかったってこと？ファング姉さん。そうか、目的は神様覚醒が目的だったもんね。これはひどすぎる。ご挨拶ありがとうございます。しんちゃんが泣いてる。元気だったか、こんばんみんってなってる。ねえ、逃げろ。いやだ。お、もう逃げないって誓ったんだ。逃げるくらいなら立ち向かうんだ。お、からの？ファング姉さん吹っ飛ばされる。お、ヒーローが。絶望が奇跡を起こすってか。父ちゃん。認めてどうするんですか？ひなチョコが無事か。ひなチョコが無事か。ちゃんとファーム姉さんの槍持ってんだね。ファング、すまない。一人で背負わせてしまったな。逃げちゃダメだ。確かに。
ずっと思い返してたんです。そしたらその先が見えてきた。みんな楽しそうに笑ってたよ。セラも姉さんも新しい部署こっちが死にかけてる。無責任な希望だけどよ、気がついたから背中を見たさ。はい、最強の召喚獣。さあ、新たなビジョンをみんなで描ける時は来るんでしょうか。すいません、ちょっとマイクに当たったちょっと嬉しくてマイクに当たってしまった、足が。さあ、一人だけで背負わず。約束したよね。私を仕方するな、ウゴゴゴゴゴみたいな感じで。ダブルキャストでお送りいたしました。ルシの楽園。同じ使命を背負わされた印は、同じ運命に立ち向かう証。一緒に交わした誓いの証。そういう意味もあるのか、武士の印は。ヒーローは不滅だ。さあ、国君を守るぞ。滅ぼす力なら救う力にだってなれる。あんたが最後に破滅を招くなら僕たちが盾になればいい。みんなの夢を叶えてやろうぜ。あのひなチョコボのこのアフロに乗り加減が絶妙だよね。どこ見てるんですかってターキーさん、どこ見てんですかつって、そこしか見とらん。希望を、私たちの光に変えて。本当の奇跡を起こそ。奇跡はうちらの得意技だ。で、怒ったらソースが、どっから出てくるんだよ永遠に中二病。さあ、できるもの。ああ、お前にはできない。なんだ、できると信じないか。生まれた時から諦め、繭にこもって全てを呪い、人に滅ぼされるのを待った。破滅が救いと思うお前は死んでこの世を逃げたいだけだ。望み通り一人で逃げろ。でも私たちは違うんだ。世界に希望がないのなら見つけ出すまで一緒に探す。水が失せた国運だろうと、守ってここで生きていく。それが私たちの人間の使命だ。それねここで負けたら悲しいよねやったるぜよ。え、ここで死の宣告打ってくんの？
はい聞いてないんすけど、ちょっと待って、落ち着け、ライブラしよう。オーファンちゃんライブラ339万か。相変わらずヒットポイントがぶっ飛んでるね。なるべくエンハンサーで、あ、ガード入ってんのか。邪魔はあんまり有効じゃないかもしれないね、そうなってくるとね。とりあえず制限時間があるっていうのでちょっと焦ってますが。あ、そうなの？おお、雷のか、オッケー。敵敵一戦とか。ああ、待って待って、焦るな。トライディザスターに持っていこう。ブレイク狙おう。早急にブレイクすべし。もうガンガン攻めていった方がいいんじゃないか、これは。よっしゃ、来た。わかりますお、ダメージが全然桁が違うぞ、入ってるダメージが。999まで一気に出た。いけるんじゃねこれで、油断した時が一番危ない。ターキーさんを知っている、その時が一番危ない。その時に隙が生まれる、気をつける。押し切れ押し切れ、押し切ってしまえ。ちょっと怖いからヒーラー入れます。咲いた、え、なになになに、あ、ヒットポイントは回復してない。うむ、シンドライブでとどめ。とどめさせんか、まだめちゃくちゃ宙に浮いてた、本当にですね。綺麗に宙に浮いてましたね。ここでやられるわけにはいかないんだ。てか、あと1ポイントどれくらい ?3 万か。こうなったらシンドライブ連発で打っていく。からのスローですか、そこからのスローですか。お、本当にスロー解除されたね。オーファンちゃんを倒すよ。制限時間をちゃんと見とかないと。死の宣告がかかってるの、こっち。あと2万か。頑張ります。なぜそこでシンドライブを打つのかって。かっこいいからだよかっこいいから他に理由なんてない、かっこいいから。ブレイクとかそういうのは関係ないのさ。全てはかっこよさ重視。ファンさんまだすか。あとヒットポイント1。あ、間違った、待った、勝った勝った勝った、これでとどめだよね。あれ、ちょっと待って、なんで1で1で、あれ、1でとどめさせないですけど、どういうこと。 なぜにブレイクしないとダメとか、ちょっとテンパるんだけど、どういうことだよ。1で倒しきらないって、どうしてですか。おかしい、バグか、バグなのか。ブ
ブレイクしないとダメなのかな。トライズダスター、制限時間が制限時間あれおかしいよ、バグってるよ。どういうことですかこれは。頑張ってるんだけど倒せないんだけど、なぜだ。これぞなんかラスボスの体勢でもついてる。お、倒せた。ブレイクしないとダメってこと最後。なんだよ、そうならそうと言ってくれよ。新ドライブ打ちまくってもあわわわわってなってしまったんですけどね。やりました、無事倒せました。間に合うでしょ。いやさすがにね、ちょっとね久しぶりに手汗なるものを書いてしまったね。はい、無事倒せましたので、じゃあここからは私の実況配信はまなしでね、マイクオフでコメント欄にね、参加して皆さんと一緒にエンディングを見ようかと思います。ありがとうございます。というわけでマイクオフにしますね。 OBS マイクオフ。
目を覚まして。新しい世界だ。とんでもない贈り物だ。私たちにできるのはここまでだよ。使命を果たしたのかな。確かに国運は壊れちまったんだ。滅ぼしたことになるのかよ。都合のいい話さ。奇跡だ。印が。世界はとても広すぎて迷ってしまいがちだけど、諦めてしまわずに歩き続けてさえ。私たちは未来へと生きる。